嫌な人があなたの周りからいなくなるはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターオカチです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますどうでしょうあなたの周りに意地悪な人 頭ごなししに否定してくる人全然自分の話を聞いてくれない人自分のことを人とも思ってない人間扱いしてくれない人そんな嫌な人はいませんかまあねどこのチームコミュニティ組織に行っても一人や二人はそういう人がいると思うんです僕もそうでした、えー、今ね経営者として和歌山で放課後のスクールを運営してるんですけれども、えー、起業したての頃は あることができていなかったから嫌な人がたくさん集まってきました。で嫌な人とたくさん働いていてなんだろう自分が思ってることを言ってしまったらその人が辞めてしまうんじゃないかと思って思ってることを言えない。でもお客様のことを考えたらちゃんと言わないといけない。そういう葛藤で悩んでいた時期があります。そんな僕があることをしたら その嫌な人は離れていて自分が心から尊敬できる人好きな人がたくさん集まってきて今はその人と目標を立てて一緒に働いています毎日はすごく楽しくなりました今日はそんなあることを紹介しますそのあることをやるだけであなたの周りから嫌な人が離れていきいい人が寄ってきますそんな方法です最後まで聞いてください えー、このチャンネルではあなたがあなたらしく生きるための行動習慣やライフスキルを全力で紹介してます、えー、興味がある方そして仲間になっていただける方はチャンネル登録ボタンをポチって押してくれたら嬉しいですはいということで今日は早速いきましょうはい嫌な人を遠ざけるあることはい2つありますすぐにできる方法とちょっと時間がかかる方法これ紹介していきますまず1つ目これはすぐにできることですそれはあちょっと飲みましょう プロテインうんはいそれはえー、っとアイメッセージでノーを言うはいこれです本音で言うってこと本音で断るということですどうでしょう昔の僕は全然できれませんでしたノーが言えなかったんです断れなかったんですよはいでそもそもコミュニケーションには3つのタイプがあると言われてます マックス君紹介して、ね、はい、いくよじゃん、はい、3つのタイプがあると言われていて見えますかね、はい、まず1つがパッシブ、えー、これは、えー、いわゆる受動型のコミュニケーションですねのび太くん型とも言われるんですけど私は×あなたは丸。 I am are not ok, you are ok ということで自分を我慢して犠牲にして全部受け入れてしまって相手のことばっかり気にしてしまうっていうことです言いたいことがあっても言えないそういうコミュニケーションです、はいえー、こののび太くん型のコミュニケーションをしていると同じようなのび太くん型がたくさん集まってくるかもしくは、えー、ちょっと攻撃型のジャイアンみたいな人が集まってきます いいわゆる嫌な人ですよねは2、いえー、つ目がアグレッシブアグレッシブつまり攻撃型のコミュニケーションジャイアン型のコミュニケーションでございますこれは私は丸だけどあなたはブブーバツそんな感じですね、えー、すっごい攻撃的で相手の話を聞かない自分の意見とか価値観を押し付ける ね、命令したり、何々やっといて、何々やっとけよ、みたいな感じで押し付けて、相手の話を聞いてくれず、相手の気持ち、相手の価値観を尊重しない、そういうコミュニケーションスタイルになります。このアグレッシブのタイプのコミュニケーションをやっていると、えー、どんどん人が離れていくし、同じタイプのジャイアン型のコミュニケーションするタイプが集まってくるということなんです。だから喧嘩になりやすいですよね。これはどちらかというと、まあ、今40、50代ぐらいの方が結構多いですね。 自分はこうだって価値観とか考えが決まっていて相手の考えであったり新しいことを受け入れようとしない、まあ、全てが全てじゃないんですけどねそういうタイプの人も、えー、いらっしゃるんじゃないでしょうか、はい、で今回提案するのはこれです3つ目です アサーーティブなコミュニケーションこれは私は丸あなたも丸そう、えー。I am OK, you are OK っていうスタイルです。相手も尊重して、そして自分も尊重する。相手の意見も聞いて、自分の本音も伝えるというコミュニケーション方法です。これなんかよくないですか、はい、これをすると、ちゃんとしっかり NO を言っているので、断られた人はもう去っていきます。あもちろんね、断られたから と言って、去らない人もいますよ。もちろん去られない人もいるけどちゃんと自分の考えとか自分の気持ちを伝えているのでそれに合う人が寄ってくるんですね。でのび太くん型っていうのは自分の気持ちを伝えていないからなんとなくいろんな人がボヤっと寄ってくるんですよ。でもアサーティブの人はちゃんと自分はこういう人が好きだこういう人が嫌いだこういうことをやりたいこういうことをやりたくないってはっきりメッセージとして言葉として伝えているからちゃんとそのメッセージに共感してくれる人であったり似たような人が集まってる いてくるととうことですこのアサーティブっていうのもいろんな方法があるんですアサーティブコミュニケーションあるんですけど一番簡単な方法がアイメッセージですねもうこれも結構もう聞いたことありますよねでも聞いたことあるけれども知ってるけれどもできていないっていう人が多いんじゃないでしょうかどうでしょう はい。なので、ちょっともう、もういまいちね、復習していただいて、実践できるような形で、えー、できたらいいなって思います。はい。ではえー、っと、なんだっけ。あ、アイメッセージね。アイメッセージって何なのかっていうと、簡単に言って、愛、つまり私を主語にして、私の考えであったり、気持ちを伝えるっていうことなんですよ。えー、例えば、えー、〇〇なので、 私は〇〇な気持ちになななった。これが、ね、代表的なテンプレートです。なのでまるな気持ちになった」はい「あなたが遅刻したので私は悲しい気持ちになった」「話を聞いてくれないので私はがっかりした」「時間通り来てくれなかったから私は寂しい気持ちになった」 こんな感じです。相手にまるまるをやってくれって命令してないでしょ。要求してないでしょ。ただ出来事が で、これですと比較的受け取りやすいんです。キャッチしやすいんですね。で、これを言うた後に、言、えー、うメッセージで、えー、と要求を伝えても OK です。例えば、えー、時間を守ってくれなくて私は悲しい気持ちになった。時間通り来てくれたら嬉しいなとか、もしくは、えー、遅れそうになったら連絡してくれると助かるわみたいな。 感じでえー、アイメッセージで言った後にその後に相手にやってほしいことを伝えると比較的、えー、受け取りやすいです。でこのアイメッセージをなしにいきなり言うメッセージで相手に要求したり相手に変われって言うてしまうと反発されることがあるんですね。えー、例えば「何で時間通りにこう変ねまた同じ失敗してミスを繰り返すな」って言うたやんけ。これはあなたを主語にして あなたを何々せいっててう,うに要求しているスタイルですね,スタイルですねもちろんこれは分かりやすいんですけれどもこれを言われると相手も反発しちゃうんですね相手が聞く耳を持ってくれないんですね、はい、だからまず相手にちゃんと聞いてもらうことが大事じゃないですかね相手の気持ちもちろん尊重した上で自分の気持ちを聞いてもらうことっていうのが大事なので聞いてもらうためには相手に〇〇せいって相手に変わることを要求する前にただ単に私はこういう気持ちになったって伝えるね そうすれば、スッと入ってきやすい。で、その後に要求を伝えればいいんじゃないでしょうか。という方法です。はい。これね、僕、全然できてなかったです。全然できてなくて、まあ、僕の場合は、このパッシブ、のび太くん型であったり、時にこれ、ストレスが溜まった時に爆発してアグレッシブになるっていう、一番ダメなパターンですよね。我慢して我慢して爆発してアグレッシブになるっていう。なので、普段からアサーティブで伝えていれば、んやろ、自分の中でストレスとか、もやもやしたことがなくて、ちゃんと自分らしくご機嫌な状態で過ごせるんじゃないかなと。 これがすすぐでできる方法1つ目は、えー、とアサーティブで脳を言うしっかりと自分の本音を言って断るということです2、はい、つ,つ目は、まあ、ここにはないんですけどもこれはちょっと時間かかるんですけどめちゃくちゃ大事なことですそれは何者かを発信するということです はいえー、自分が何をやってるのかとかねどんなことが好きなのかとかねどうやってやるのかとかねこんなことをやりたいとかねそういう「ホワットを発信したり「ハウ」「どのように」っていうのを発信したりなぜやるのかっていう不を発信するることはあるとあ思うんですでもあなたが何者かって「Who を発信することどうでしょう多いですかね私は 〇〇としてまるなことをやっていくんだっってていいう〇〇なことをやっていくが言うたとしてもまるとしてっていう何者いわゆるアイデンティティな部分を発信してますかっていうことなんですよ。これものすごく大事ですよね。でこれ私がまるだって発信するからこそまるに共感する人が集まっていくんですよね。まあ、例えば、えー、私はレストラン屋だレストランだ って言ったらレストランだって言ったらカレーが好きな人も集まるしとんかつが好きな人も集まるしすき焼きが好きな人も集まるはいいろんな人が集まってくるんですよ。自分が本当に共感できる仲間だけじゃなくて嫌な人とかも集まってくるんですよねでもそうじゃなくて「私は世界一おいしいとんかつカレー屋さんだ」って言ったらカツカレーが好きな人が集まってくる。 そういういことなんですよ私がまるだ何者かを発信するからこそまるに惹かれて同じような人が集まってきたり共感する人が集まってくるで嫌な人を離れていくということなんですよ。でこれとてもアイデンティティで大事なことは、えっと、削るということなんです。でアイデンティティというのは足し算じゃなくて引き算です。つまり彫刻なんです。 はい、彫刻彫刻ということは、まあ、彫刻ってあるじゃないですかあの削るやつで削って作品作るやつあれこういうね一つの石膏な状態を、えー、こうかなこうかなって削って削って削って一つのものとしてこうあらわになってくる何者かってあらわになってくるってことじゃないですかで自分の人生もそうなんですよ彫刻なんですよ アイデンティティは彫刻で、えー、この価値観いるかなーって削ってでこれはいらんかなーこれは大事かなーこれ今やってることこれ本当に必要なのかなこれ削ってもいいかなって,って削って削って削るんですよ削って削って削るから私は真っ

その間にか、えー、価値として提供できるものになってくるということなんですね。はい、お客様に伝わる伝わるコンテンツであったり、商品ができてくるということなんですよ。だからまずはね、こう何者かっていうことを削っ,削って削って削ることです。今やってるそのことって本当にやらないといけないこと、やるべきことですか？その価値観、その大切している考え方信念っていうのは本当に今もずっと持っていていいんですか？そういうものを削って削って削って,削って、そして私はこれが大事なんだ、これが大事な っていうことをメッセージとして発信するっていうことなんですもうシンプルに。シンプルに発信する。例えばおかっち。僕は自己発揮の専門家として一人一人が自分を肯定して自分のことを好きになって最高の自分を表現するそんな社会を作っていきたいんだ夢中になって生きる人を作っていきたい。これを発信してると。 私は自己発揮の専門家。いつでもどこでも自分の力を発揮できるそういう力を育む専門家としてして、えー、一人一人が夢中になって生きるそういう人を増やしていきたいっていうことを発信するそこを一つの軸においていろんな SNS で発信したり、えー、とコンテンツとか商品サービスを作っ でそういうことを発信するからこそそれに共感してくれる人であったりそれに、えー、なんか学べるななんかいいなと思ってるあなたが僕のこの YouTube をこの13分ね聞いてくださってるわけで本当にありがとうございますっていうことなんです。はい、でそもそもねこれ僕がこう発信していることが合わない人はチャンネル登録もしないし見ようともしないし今こう13分も経ってない多分10秒ぐらいでもうドロップアウトですよ。はい、だからここそ自分っていいうううのは本当にこういう人間 だと発信するそうすることで嫌な人は離れていくお互いにねお互いに嫌やなと思う嫌なもの同士で付き合ったら最悪じゃないですかこの人嫌やなってお互い思ってる人同士で付き合ったら最悪これ以上不幸なことはないだから嫌な人は離れていくし共感して好きな人 好きな人は集まってくるということなんですよ。はい。だから、僕はこうは自分をさらけ出して発信するということなんですね。で、いきなり自分をさらけ出すというのは難しいかもしれないんですけど、自分の中でまず整理することが大事かなと思って今やっている。このこと。このタスクは本当にこれからもやることがやるべきことなのか、いわゆる片付けですよね。もうあの人生は片付けからしか始まらないということなんですよ。まあ、物を一つ一つ手に取ってこれはいるのかいらないのかっていうことを。まあこの。 自分の部屋をね、片付けるところからスタートしてもいいかもしれない。で、部屋を片付けて、部屋を片付けたら、なんか自分の価値観っていうのも、その片付けっていう作業で整理されてるんですね。で、自分が本当に大事にしたいこと、これからの未来に持っていきたい価値観や信念、そして具体的なものっていうのが明確になるからこそ、発信ができる。なんとなくしかまとまってなかったら、発信できないんですよ。だから、まずは目の前、自分の半径2メートルを片付けする。 そう片付けしてその後はもう価値観を整理するそしてそれが整理できたものを発信するそうすることで自分に好きな人が自分のことを好きな人が集まってきて自分のことを嫌いな人は去っていくそういうことですはいということで今日は嫌な人を遠ざけるコミュニケーション法生き方について紹介しました一つ目すぐできる方法はアイメッセージで ノーを言うう断るということいこです、はいえー、遅刻したからあなたが遅刻したから私は悲しい気持ちになった、えー、遅刻しそうになったら連絡してくれたら嬉しいなみたいな感じで私を主語にして気持ちを伝えましょう。はい2つ目、えー、私が何者かあなたが何者であるかを発信する。 はい、そう実際に会ったときにも、私はこういうことが大事だとか、こういうことは大事じゃないっていう価値観を伝えることであったり、私はまるとしてこういう世界を作っていきたいっていうことであったり、どんな些細なことでもいいです、私はこういう価値観を大事にしている、そういうことでもいいので、こういうものが好きだ、こういうことでもいいのでね、えー、どんどん自分の考えていること、アイディア、価値観、そして深いところにあるあなたのミッション、そしてビジョンを言葉にして発信してください。そうすれば、嫌な人は、バイバイ。 去っていきますはい、ということで、今回の動画を見ていただき、少しでも勉強になった、ためになった、おかっちがんばれ、マックスいいねーっていう方は、高評価ボタンを押してくれたら、本当に嬉しいです。えー、こんな感じで、このチャンネルでは、あなたがあなたらしく生きるための考え方、そして行動習慣を全力で紹介してます。えー、興味がある方は、そして仲間になってくださる方は、チャンネル登録ボタンをポチって押してもらえたら、で、チャンネル登録ボタンをポチって押してくれた方は、その横に鈴のボタンがあるので、 で、そこの通知ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで、ジエンド。それでは、ワンダフルな一日をお過ごしください。シーユー、ありがとう。